い、ということで皆さんこんにちは、サルです。今回は DIY の動画になります。前回ですね、森の渓流にアルコールストーブを持って行ってコーヒーを沸かして飲んだんですけど、その時にですね、キャンドゥのアルスト用に作ったスタンドを持って行ったために、うまくね、使えずにっていうのが、火力調整蓋がついてるんですけど、それをね、開くことがうまくできなかったんですね。それで今回はこのセカンドストリートで売ってた武田コーポレーションのアルスト専用スタンドを作ってみようと思いまして、 DIY をすることにしました。ボルトやね、ナットはもうホームセンターとかで買ってきたんですけど、はい、こんな感じでね、ボルトがですね M5 という、まあこれ強度はあるけど重たくはないかなっていうね、まあ私なりに見極めてそのぐらいの太さにしました。 M5 サイズだとこの 285mm かなが1本100円ぐらいで売ってるんですね。まあ値段多少ねホームセンターによって違うとは思うんですけど、なのでそれを2本買ってきて、それぞれ2つに切って合計4本にしました。はい、金のこぎりでもできますのでね、まあちょっと私武装してグラインダー使ってますけど、ユニクロ材質のネジ自体は内側は鉄なので、まあ、ステンレスとかじゃないのでノコで簡単に切れると思います。で、基本的にはですね、まあ、外出先というかキャンプ場というかそういうところでも組み立て外しができるようにするために、工具はですね、まあ、さっきグラインダーで切りましたけど、あとこの足の先に使う、フランジですね、ナット、これを締める時だけ使います。それ以外はですね、もう一切工具は使わないで組み立てていきます。これ足の先端部分になりますので、地面に突き刺さらないようにフランジナットっていう座付きのですねナットをつけてます。まあ、普通のナットでもね問題ないと思うんですけど、まあ、接地面積がね広い方が柔らかい地面でも沈み込まないので、こんな風にしてます。ダブルナットなんでね、2本のナットをそれぞれ違う方向に回してギュッとやっとくと、もう二度と外れることはないですね。はい、こんな感じです。まあ普通のネジだとね、全然安定しないんですけど、フランジつけるとこんな風にパッと立つぐらい安定しますね。割といいです。で、続きまして、ちょっと画角がずれてますけどすみません。ワッシャーをですね、これ M5 用のワッシャー、ワッシャーはね外径、外側がね直径16mm かなのものがねちょうど良かったです。こんな風に網の一番太いその縁の針金の内側にですねワッシャーを入れてやると、綺麗に固定した時にカチッとはまって、このボルトがグラグラしない感じになりますね。ワッシャーはね、16ミリであることがだから結構重要です。はい。これネジがね、M5 だからなんですけど、M6 を使うとまた少し変わってしまいますね。で、この蝶ネジですね。なんか蝶々みたいなね、蝶々の羽みたいなのがついてるネジ。これ使うことによって、もう工具はいらないんですね。手でギュッと締めても、割ときっちり締め込むことができるので、一度締めとくとね、自然に緩んだりはしません。はい、4本の足を入れて、今網がね一番底の部分ですね、地面からやっぱ少し浮かした方がいいので、こういう風にねアルコールストーブを置いた時でも、まあ、地面にぴったりくっついてないような状態にして使いたいなと思います。で、またナットとワッシャーを入れて、2段目の網をここに作っていきます。はい、高さ調整はねもうこの現場合わせで見ながら、これぐらいかなみたいな感じでね感覚でやってるんですけど、まあ炎がね、立った時にこのぐらいがちょうどいいかなぐらいな、結局ね7センチの高さぐらいがちょうどいいだろうということで、まあ、ぴったり7にねたまたまなったんですけど、で、あとはね上の段もつけてみます。同じように工具は使わずにネジを締めまして、
まあ7センチあれば途中で蓋をつけたり外したりすることもできるのでいいですね。はい、今日ねちょっとお休みなのでね、いただきながらやってますけどね、こんな感じですね。はい、で今度上の段、せっかくね4本のボルトの柱は14センチ強ありますので、2段作れるのでこんな風にやってみて、まあいろんな使い方ができるかなと。特にこの段にこれを置こうって決めてるわけじゃないんですけどね、うん、こんな風にするとね、なんかこう後々でね、いろいろとこう良い使い方が発見できそうなので、こういう風にしました。どうでしょう。上の段ちょっと狭いんでね、この武田コーポレーションのアルストは入れることはできるんですけど、蓋のね開け閉めはできないですね。蓋を途中でね横から入れることは難しかったです。キャンドゥのアルストだとね高さが低いので、こんな風に5センチの幅でも、蓋をね閉めたりすることができますので、途中消火も可能ですね。キャンドゥのアルストはね火力が強いですもんね、まあ、本当にねそういう意味ではね、セカストのような調整ができないんですけど、まあ、蓋でねもう消してやるっていうことになるかと思います。はい、これねキャンドゥに行って、キャンドゥには本当は網を買いに行っただけなんですけどねはい。ただねこれいいんじゃないかなと思ってですね、動画の初めの方でご紹介しましたけど、サイズ的にですねこの長さはまあ予想が正しければぴったりじゃないかなと思って買ってみました。この2枚の板がつながってる部分を見た限り、表と裏はそんなにはっきりない感じかなと思ったので、こんな風に適当に周りを覆ってみてですね、どうでしょう。はい、これね足の部分がぴったり辛い位置というかね、その時に上もぴったりね、周囲を覆った時の、横の幅もぴったりということで、あね良かったですね。うわー偶然なんですけど、これは良かったなと思って、よしこれで行こうと決めました。こんな風にすると、あの蓋のね開け閉めができるので、便利だし、アルストね風に弱いんですけど風防を兼ねてるのでいいんじゃないかなと思ってやってみました。で今段の高さがね上が5センチ下が7センチという状態になってます。でまあこういうね、小さい、スタンドに使えるクッカーをちょっと持ってきて、まあ、サイズ感をいろいろ確認してみて、うん、まあ、12センチのこのスキレットね、四角いダイソーのやつ、これもぴったりとね収まります。まあ、蝶ナットとかね、邪魔になってもしかしたら置けないかなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。うん、割といいんじゃないでしょうか。キャンドゥの網割とね、丈夫なので、これならね、比較的、その1回2回でダメになることもなさそうですし、まあ、ダメになったらね、110円の網なんで、また買ってやればいいですし。はい。ということで、翌朝です。この日はですね、今年一番の冷え込みですか、急に寒くなってですね、もう上着出してきてですね、朝7時過ぎですね、これね、すごく寒かったので、手袋もしてちょっと作業してます。このダイソーのね、メスティン、小さい方ですね。で、これシェラカップなんかにちょっと容器を入れて、このねボックスの中に入れてきたんですけど、早速ね、これで実践をしてみようと思います。アルコールねちょっと適当に多分 30cc ぐらい入りましたかね。でこの中段にねアルストを置く予定なんですけど、ちょっとね実験なので下の段に置いてみて、わざとね地面の熱がねいかないか、この芝なんかにダメージがないか、もう私の自宅の庭なんでね、好き勝手やってみてるんですけど、ちょっと試してみました。はい。キーコーヒーをちょっと入れてみましょう。
もうね、この気温がね、15.5 度です。昨日ね、24度ぐらいあったんですよ。本当に急に寒くなってね。あったかいものがありがたいですね、こうなるとね。この日ね、風も強かったんですよ。ちょうど今ね、あの壁側、向こうがね、風上なんです。風防で風を塞いでる感じなので、こんな風にね、風に煽られることなく沸騰させることができました。これをね、よくやってしまうんですよ ね。どうしてもね、このアルストの、ね、炎は青いので、あの見えないんですよね、明るい日中はね。だってで、消えたと思ったらね、またジューって言ったでしょ。消えてなかったんですよね。まあアルストの炎は本当見えないのでね、ちょっと注意しないと、やけどにあのご注意ください。はい、コーヒーをね、いただきます。まだね、消えてなかったですね。あの、やっぱりきちんと消すっていうのはね、こういうものを使わないとダメかもしれませんね。はい、本当にね、あの危ないのでね、気をつけないと、まあ、大やけどしちゃいますよね。はい、で、まあ湯は沸かせるんですけどね、ちょっとこう焼き物もやってみて、火力というかね、アルストの使い勝手を確認してみたいかなと思って、ホットサンドを作ってみますね。このホットサンドもね、鉄じゃなくてアルミなので、あの非常に熱を通しやすい分、鉄板よりはね、早く調理はできるかもしれません。同じくセカンドストリートでね、買ってきたあのグリルホットパンになりますね。なんかこうボックス形状が面白くてですね、出したり入れたりなんかいろいろ試してるんですけど、はい、なんかね、どんな風にして使おうかな、楽しみですね。こうやって横に広げるとね、あの懐が広くなるので、あそこにまあポケットストーブなんかを置けばね、ちょっとこう熱源がね、増やせるし、いろいろ使い方があるんじゃないかなと思いますね。はい、まあやっぱアルストね、結構強いですよね。炎の色がね、見えにくいので、なんかこう、わかりにくいんですけど、まあ、ホットサンドぐらいはね、もう楽に作れましたね。はい。で、コーヒー飲んじゃったのでね、ちょっとホットサンドをいただく前にね、またお湯を沸かして、紅茶を今度は作ろうかなと思います。こういう蓋、あのリッドがあった方がね、やっぱり湯沸かしも早いですね。で、またやってしまったんですけどね、これね、もう炎がね、あそこに上がってきてるんですよね。見えてないんですけどね。だから燃えやすいものを炎の上に持ってくると、火がついてしまうということですね。はい、で、弱火で紅茶もね、熱いままにしておけば、最後までね、熱々のままいただけるので、これがね、したくてね、このアルスト買ったようなもんなんで、弱火です。はい、弱火モードで使います。美味しそうですね。もうホットサンドはね、これで50回ぐらい作ってるんですけど、今回もやっぱり美味しかったです。